はい、続きまして、はい、僕らライダーがそれぞれリリースするライダーズスペックっていう、はい、好きな板を好きな板を作らせてもらったやつですね、はいはい、で僕がやってるのが47の R と、まあ、ダブルロッカーと51のダブルロッカーのこの2レングスなんですけど、乗ってないですよね。乗ってないです、まだテストもしてないよね。まだ乗ってないです、はい、なんでちょっと分かりやすく説明してもらっていいですか。もう極端にまず真ん中のフレックスをすごい柔らかくしました。もう言っちゃえばなくしましたっていう。ねえんだ。もうない。工場で板作ってる人がこれ真ん中ないじゃないですかっていうぐらいいや本当に本当ないなくしたんだよね。もうとにかくコンセプトとしてはもう板を柔らかくしよう、うん、で極限までその性能を失わないギリギリまで落としてって、これ明らかにすんごいテストした本数も、うん、で何回もやり取りして、ですんげーのできた。めっちゃしなる。俺47だけ乗らせてもらったの。ちょっと半端ないね。半端ない、うん、プレスをこう乗っていかなくて足のこの力だけでグオンって上がってるぐらいセンターがねすげえ柔らかいの、うん、マニュアル車ですね、うん、マニュアル車、完全にマニュアル車。自分でいくらでも操作していける。でグラスも変えたんですよね。あ、今までてた、ね、そうそう S とかと同じグラス使ってたんですけど、うん、これをバサルトっていうグラスに変えて、まあ、単純に軽くなったんですよね。まず軽くなってグッて踏んだのがポーンって返ってくる通常のグラスファイバーよりはバサルトの方が粘るから、あ、でもうほん本当にもうこのレングス自体4751自体がもう結構フリースタイルに寄った方のレングスだから、うん、もう乗って踏んでとかってやった時にすんごい粘りを見せてくるので、ね、変にこうトーンって返ってくるっていうのがなくて、もう自分でこのシナリオを操作でしに行ける感じがバサルトで出たから、うん、これ実際 R2 とかでも使ってるグラスなんですけど、テストで使ったらもう一発で OK が出て、うん、じゃあまああれなんだ、バタつきないんだね。いや結果ないんですよ、これがすごい。ウッドもしっかりしてるし、ウッドはもう S と一緒だから芯材はすごいしっかりしてるし、でグラスを変えたって感じかな。でゴムも挟んだ、うーん、ラバーも挟んでるから振動吸収も入ってる。もともと4751でも幅がそれなりにあるじゃん、うんうん、250252、うん、ね、あの幅があるから47でこんなに荒けえのに板立てるとキュイーンって曲がっていくの。そうそうそう、えらい深く回っていくね。そうだからね、グラトリしててどん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 切っていけるから、スピードを出しながら自分で操作しながらっていう感じが、この間撮影しててまさにそんな乗り方してた。想像できる、うん、その通りだよ。そう47 自体は板立てたら51よりも有効位置は長くは取れるんだよね。うん、だけどロッカーしてるから別にフラットだったりとかスイングさせるときは全然もう47の動きになってくるし、うん、だからもう本当に一般的に売られてる147センチの板とはもう全然別物だね。別物だね、うん、もうあれはあれで確立されたボードとして、うん、まあ、これも本当乗ってもらえれば分かりますけど、ぜひともね、まあ、ここライダースペックのこのシリーズを出してから一番変えた。そしてね、一番板が上がってる。すげえ上がり方してるよ今。半端ないよあの上がり方。びっくりするぞこいつ。おお、あるじゃん。こいつこいつなんですよ。思う。すごいですよ。ビョンビョンなんですよ。ビヨンビヨンだね。うん、で板も薄くなったからすごい軽くもなったし。ちょっとね、本当個人的におすすめです。乗っちゃおうかな俺も。うん、本当フリースタイルパーク入ったりとかね、グラトリが打ったり、うん、普段スノーボードをそういう風に楽しんでる人はもう絶対乗ってもらいたいですね。もうほんと1回でもいいから、試乗だけでもいいから乗ってもらいたい、うん、そしたらもう絶対変わると思うんで、ぜひ。